さいいよいよセパ交流戦始まりまりしたね、はい、<laughs> 昨日なんか阪神が、はい、あのお好きな山口さんですけど私はあの千葉、はい、近いし千葉ロッテマリーンズを応援しようということで <laughs> そんなここが対戦相手だったんですよ。はい、で阪神延長戦で勝ったということで。 <laughs> ありがとうございますってやつですね。とはいえまだね交流戦、まあ、4試合目で我らが寅さんはま,あまだ2勝2敗ですので、うんはい、ここはもうちょっとやっぱり、ね、積み重ねていかないと。うん だだだなと <laughs> まだまだこれからですね昨日会って話してたときは2連敗してたんですよね、うもう打ち込んじゃって、打ち込んじゃって、<laughs> いや、なんか、いや最近すごい勝ってたじゃないですかって、九、はい、連勝とかしてましたよね、でいやだから、いや、調子いいじゃないですか、そんなにね、うん、気にしなくてもって言ったら、2連敗でも、すごくメンタルにくると、うんねあのあの。悔しいとかそういうのじゃなくて。うん あの怖いんです大丈そうなそうそう、うんすごいです大進撃だったんですけど虎 <laughs>、うん、さんファンの方は結構こういう心境をお持ちの方多いかもかんですけどどれだけ勝ってもですよ <laughs>、はい、どれだけ勝ち越してもですよ <laughs>、うん、なんかあっという間にそれをこう崩していく。うん <laughs> いっぱい長期に貯めても使ってしまうことがあるんですね。どんどん,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 どんよ使っちゃい使っちゃい、どんどん使っていって最後はね、うん、あれああなるほどそっかっていうのがそういう過去があるってことですね。いっぱいあるんですよ,あ,あ,るんですよあるだけじいっぱいあるんですね。 だからやっぱり、ね、あの怖いんですよね。連敗とかすると。なるほど。はいはい、それ阪神あるあるなんですかね。それとも野球あるあるなんですかね。どうなんでしょうね。うん、でもあの結構強い球団のファンの方だったらあんまりないかも、うん、ああ<ー>優勝を結構してるようなね。あ,などあそうなんだ。えどこが一番優勝してて強いなっいうイメージあるんだろう。えー まあセリーグの中だとトータル優勝回数やっぱりあのジャイアンツが一番多いですね。あとやっぱ最近やっぱねヤクルトとか広島も結構連覇っていうような感じでリーグ優勝しているのでそういう球団の方だとね。あそう。ならるんですかね。でもねあのまあトラさん十八今年で十八年になるんですけどもね二千五年でしたから最後がでその前が二千三年でしょ？その前が千九百八十五年です。

そうなんですよ。ですよ <laughs> それを考えるとねもうそろそろいいんじゃないかっていうねこの間ねあのかかキャスツの川端さんにね広島ファンなんで野球振られた時に「はい、たまにはいいから優勝させてください」ってお願いしといたんですけど。<laughs> <laughs> ダメです。今年もヤクルトが3連覇を目指します <laughs>、ね、<laughs> でも、ヤクルト最近すごい不調なんで、ちょっとね、心配ですよね、でもここから盛り返して、また優勝できる可能性っていうのも全然残ってるってことですよね、まだね、6月頭ですから、うん、それがまた野球の面白いところですよね,たですよね特に交流戦はね、うん、もう大逆転がありえる時期だというそうなるとね、<laughs> やっぱ怖いんですよね。 ああ、はい、なるほどね確かに。私は阪神のすごい強いイメージありましたけどね。<laughs> <ー>全くほら野球の知識が ＷＢＣ 前はなかったんですけど、はい、こう名前を知ってるわけですから<ー>阪神タイガースっていう。はい、でね野球の応援とかも盛り上がってますし、さす、はい、強いこう盛り上がる <laughs> 球団なんだと思ってましたね。はいまあ、最近は強いと思いますよ。あそうなんですね。えー、あ最近は強い。そうですアン時代とかっていうのがあったんですけど。なるほど。 それは今選手の方々が変わってきてってこと。やっぱり若手が活躍しててね、そうそうそう。それをいつもしてます。そうなんですよ。とにかく若手の活躍が。そういう球団ね、絶対に強い。おお、なるほど。それが息長く続く、続けられるっていうのがあるんでね。そうですね。感じはいいんですけどね。私は今、今年はすごい調子いいんですけど。やっぱ怖いです。そういうこと。結論はね。大丈夫です。大丈夫。このまま調子よくいけるはずです。ね。 頑張ります。で、セパ交流戦なので、今日はね、千葉ロッテマリーンズ、もうすぐそこの球団とね。ええ、甲子園球場で行ってますけども、こっちに来てくれることって、もうセパ交流戦の中でないですか?。あの、行ったり、あ、毎年この。行ったり来たりです。じゃ、来年はこっちでやるかもしれない。あ、こっちですか。こっちになると思いますよ。あ、じゃ、来年が見られるチャンスですね。甲子園戦。なんの時にガキって、また再開とか突っ走ってるかも。 <laughs> せっかく見に行けるのに調子がいい時みたいのにそうじゃない可能性もあるかもしれない確かにそれは分からないですけどねどうせなら調子いい時みたいですよねなるほどそんな交流戦も。うん